行ってみるか。ちょっとおるね。安全運転、安全運転だ。あ、映っとる、映っとる。難しいね、これなかなかね。世代間の介護施設。例えばなんだろうな、今の世代にスマホ使うもんね。俺も iPad 使うし、Mac 使うし、iPhone 使うし。こういう世代が介護施設に入ると、未来って介護施設ってスマホであるよね。介護で。介護で発信できるよね、介護施設。極端に言うと中の情報をね、Twitter とかで流して、介護施設の中、インスタとかで流して、ね、文章をなんかブログで書いたりとか、介護施設の中を YouTube で発信する。そうするとそれで生活できちゃう、生活できちゃうとかあれは何だろう、仕事がなくなる、仕事じゃないな、嫌なことをしなくてよくなる。介護施設の状況は何だろうね、リアルタイムに発信されて出てくるね。そういうと状況が分かるからあれだよね、それを PDCA でリサイクルして回せるからすぐ回転できる。だけどなんなら今の80代とか小さい頃に土とか畑とか、ああいうなんだろうな、ボール投げとかで遊んどるから、そういう小さい頃に遊んだものが結局介護になるのか、介護のリハビリのメニューになるのか。俺らで言うと何だろうね、ラジコンとかが リハビリのメニューになるのかな、未来の介護。介護施設でラジコンあっても面白いよね。ラジコンにカメラ乗ってきた。リハビリが遊びになるんだよね。遊びがリハビリか。どっちがどっちでもあれだけど。もっと言うことはあれだろうな。人工知能じゃないけど。ドローンでリハビリとかいいね。介護施設の中で飛ばしゃいいもんね。大きい体育館とかでさ、シルバーカーで競争、ラジコンで競争とかあれだな。そういうのをなんかね、ツイッターでつぶやいてね、発信とかね。めっちゃなんだろう、フォロワーが多いババアとか出てくるんだろうね。インスタグラマーじゃないけどね、自分のしわくちゃな、ね、自撮りバックアップしてるババアがどんどん増えても、別にあれだろうね、ありだ。あの兄さん危ねえな、どこに。そのでも世代間の移りは絶対あるだろう。そうするとあれだもんね、老人ってなんだろう、言いたいこと全部言うから自分の意見絶対言っちゃうもんね。地上波で流せれないテレビ、結局介護施設におるババア一人がもうメディアというかコンテンツになるんだよ。そこにファンがおるとかそういうのは問題じゃなくて、自分がやりたいこと、したいことを発す、自由か今まで発信するから面白いと思うんだろうな。だってあれだもんな、あおばあだって LINE とか Twitter やったらあれだもんな、俺もなんかブツブツ打たれるもんな、多分酔っ払って帰ってくんだばばあって。で逆に家の写真とかアップして見せたりもできるしね、飯食っとるとことか、今日どこどこ行きましたよ。そうしたらな、バーでもなんかやっとる行事をアップして、あれだもんな、インスタとかに写真あげたり、動画5分ぐらい、5分ぐらい、60秒ぐらいで、バインとかで撮ったりとかできるな。バインですげえおばあとか出てきそうだもん。あ、結局あれだよね、
その個人はもうメディアだから日常がコンテンツになるっていうか、例えば畑とかでもあれだもんね、全然ああいうのってブログとかにアップされんから情報が全く分からんけど、記事とかになったり写真とかって詳しくなんか解説じゃないけど説明してくれるとめっちゃ面白いとか、草刈りしたいって意外に調べると出てこないしね。スマホ世代以外が多分なんか情報発信ツールを使いこなせるとめちゃくちゃ面白いな。発信する人って結局発信の仕方が分かってる。これ多分20代とかは当たり前だと思うけど、ツールとして成り立ってない。手紙とか電話しか多分相手にない。やっぱそうだ、やっぱな、iPhone ぐらい使えるとあれだよな、簡単な、本当に メールじゃなくて、Twitter ぐらいで、Twitter ぐらい難しいけど、今なんかあれだもんね、映像とかだかんで音声入力できるから、多少の誤字脱字はもう無視してあげちゃえば、逆にその誤字脱字があるのももうコンテンツになるから、今、堅苦しく考えてもね、自分勝手気ままになんかあれだよ、やってみりゃいいんだよ。発信するっていうのはアウトプットだわ、これめっちゃ大事だよ。なんだろうね、自分の言葉で自分の名前で失敗とか間違いとか非難を考えずに言ってみるっていうの、言ってみるっていうか大体思ったことなんてあれだね。結局世間体の角を考えて口の中に閉じ込めるかだけだもんね。言った先のことを多分考えるんだ、叩かれるとか非難されるとか。いや、叩かれることそんなみんな見てないから大丈夫だよ、行ってみれば。この道狭いね、怖いね。なんか地上波が面白くないっていうのはそういう理由だろうか。まあ、アメバ TV 見てもかね、ある。みんな言いたいことばっかり言ってるから実際本音だし、ね、災害の救援物資の送り方とかそうだよね、まだまだ改善内容あるしね、わざわざ遠いとこから運ばんでもいいしね、近くの県が運べばいいんだしね、後ろに警察おるかね、あいつもメディアになるな、警察のだってコンテンツになるもんね、よく警察の情報、まあまあそうだな、警察のあれか、組織、ああそうか、なかなか発信しにくい部分はあると思うけど、ちょっとでもああいう風にね、例えばパトロールしてるけど僕らが税金使ってますとかね、なんかね暇だからとかいろいろ言えるしね。実際だってそうだね、あのパトロールに人件費と車使ってガソリン使ってお前ら何を今生産しとるんだって問い詰めたいけど、だってもっとパトロールするのはあれだもんね、各所になんかインターネットカメラとか置いてさ、各場所になんかある程度あるとかさ、ドローンで撮影とかさ、なんとでもやり方あるもんね。車と人でなんて言うならパトロールするっていう概念をまず捨てた方がいい、ね、だってあれどう見ても無駄だもんね。ちゃんと言うことでアップするよ。あれだね、高校の時にあれだね、警察に殴られたって恨みがあるんだって、あ顔たかったもんね、あれ1週間ぐらい晴れ日かんかったもんね。あとジャイアンになんか高校でフルスイングされたみたいなかったもんね。それは置いといて、でもあれだな、アメバ TV はでも俺来るから、テレビ嫌いな俺が見たぐらいだから、テレビ嫌いっていう理由が多分分かったよね、なんかあれ作られとるからな、報道することを目的に作っとるから、あれ、だからああいう、なんだろう、被災地の報道記者とかもなんていうの、言われるっていうかさ、非難されるっていうか、まあ非難はどっちでもいいんだけど、報道が手段じゃないといかんのだよね。被災地の状況を生で伝えたいってことが目的じゃないと、被災地を報道することが目的になってるからダメなの。避難とかそれって結局あれだよね、自分なんだろう、コンプレックスの表れっていうか、自分にないことを羨ましいこと、妬ましいことをやっとるから、なんだろう、非難する、嫌う、抽象する、
ハゲ足取る。まあ何でもいいけど。避難ではないのかな。改善提案の意見は絶対言った方がいいね、そんなこと。100歩や1個ぐらいいいことあるで。こうやってくだらんことやっとってもあれだもんね。1個ぐらいはなんか見つかるね。大事なのやっぱね。一つのものを。あれ災害のあれなのか、もっと考える、もう考えるもんな、あれ。まあその災害した地域で避難するっていう発想を持せた方がいい。ライフラインがなんか止まりかけとるようなところで、なんだろう、逃げたってあれだもんね。水もあれだし、なんか飯もあれだし。その何だろう、地元を捨てろって言っとるわけじゃなかったな。例えば何だろう、七宝小屋の兄さん、七宝町は震災に遭いました、だけど三輪町は無事です、じゃあとりあえず三輪町に、そうだな、ライフラインがどんなもんだろう、まあ、その2週間ぐらいに逃げましょう、で七宝町が良くなったらまた何戻ってくる、多分みんな地元っていうか住んだ、生まれ育った住んだところから離れたくないはずだから、その思いは絶対尊重するけど、仮にどっかへなんか逃げるなんか場所がないかとか、そう隣町同士、隣の県同士のなんか共同タッグコラボレーションで、これはやってった方がいいね。で500円しか貯金してないけど、50万するとさすがにあれだよね、5万ぐらいになるね、お金の問題じゃないですよ、こういう時に行動してる人って基本的にあれだね、絶対に善意のない行動はしないからね、叩かれてる人だってさ、なんだろう、ご飯のね、こういう被災地でこういうご飯が手に入りますよっていうのを放送したんだけど、実は他の被災者に回ってなくて、報道記者がなんでそんないいもん食っとんだっていう話にもなるんだけど、だけどそのなんだろうね、例えば、まあいいや、報道記者でもいいや、別に。被災者よりいい弁当が手に入ります。別にこの情報は俺発信すること絶対意味あると思うね。叩かれて別に謝らなくてもいいと思う。謝るというか改善すればいいんだよね、別に悪いことしないもんね、てかこれ謝るっていうのもあれなんだよ、結局なんだろう、その会社におるからなんか組織的なことを考えるというかなんかあれなんだよ、悪いことしないから別に謝る必要ないんだよね、その改善は必要だよ、ああ人のちょっと気持ちを踏みにじったなとかあるなら、あ次はこういう報道は控えようとか、そういう姿勢でやっていけばいいわけであって、別にむしろそうやってあれだよね、なんか叩かれて言われた方がさ多分分かるんだよね、あ行動して、なんだろうね、批判とかされる人は俺大好き、何にもせずになんかごちゃごちゃ言う人はあれ、ね、関わりたくない、まあとりあえず行動というか何でもやってみましょう、疲れちゃんだね、なんかいっぱいおるな、こうやってとてもなんとか画面があれだね、まあいいよ、なんでもこれあれだね、新しい発見だね、バックするとき後ろ見んでいいもんね、これいいんじゃない、iPad がだってバックモニターだよ、これマジあれだよ、これだってこれ後ろから人来ても見えるもん、俺首今後ろ向いてないよ、ただ慣れんで怖いけど、遅延があるね、遅延がね、昔なんか知念2だっておったけどね、関係ないけど、あでもバックモニにはなるね、これ、ね、
こういうこともあれだもんね、やってみんとわからんもんね。いいんじゃない、こうやって1個でもさ、ひらめきがあったら。ひらめきがあるのはいいけど、草刈りしたいんだよね。草刈り、草刈り正雄じゃないけど。おいいね、これ後ろ見えるもんな。これ人が来ても大丈夫だもん。来られても困るけど、まあいいわ。お疲れちゃん、スパゲティでも食べよう。